カピバラです。はい、どうも、アミグルミストの角田です。どうも。はい、じゃそんなわけでですね、今回は僕が今まで編んだ中からの動物シリーズということでですね、動物を一つ紹介させていただきたいと思います。はい、張り切ってきます。イエーイ。ちょっと転がりすぎちゃいましたけども、はい、そんなわけで今回紹介するのはこちらです。チャッチャチャーンチャーン。はい、カピバラです。はい、カピバラくんですね。カピバラ温泉でおなじみのカピバラくんですけども、いつの間にかあれですよね、人気者になってしまいましたよね。まあ、そんなカピバラくんですけども、まあいつものようにですね、こうやって指の上に乗っけるとこんな感じですね。はい、こんな感じのカピバラです。まあサイズを測ってみるとですね、まあ大体こんな感じです。8ミリぐらいですかね、大体。で、横の長さが、1センチ9ミリぐらいの感じのカピバラですね。はい、まあ近くで見ていただくと、まあこんな感じですね。こんな感じのカピバラになってます。はい、まああれですね、なんだろう、注意点というか、注意点じゃないな、特徴というかあれですね、このカピバラはですね、このこっからちょっとこうやってこうなってるの分かりますかね、角度が。まずこんな感じにしてますね、編み方としては。はい、こんなカピバラくんですけども、まあ、こういうのはやっぱりカピバラもそうなんですけど、ヒゲをつけるかどうかですよね。結構実際のカピバラってヒゲがガツンとあったりするので、ちょっと迷いどころなんですけども、ちょっとヒゲはない感じにしております。はい、でこれはですね、90番のミシン糸を25号のかぎ針で編んでおります。はい、でですね、これが、一応完成形というか、まあなんとなくできたかなという感じのカピバラなんですけども、まあ、この前にですね、まあ、いくつかありまして、例えばですね、この初代カピバラなんですけど、これですね、じゃーん、じゃん、はい、初代カピバラです。なんかすごいですよね、こう見ると。初代くんはこんな感じで編んでましたね。まあ、なんとなく言いたいことというか、やりたいことは多分伝わると思うんですけども、このダーンっていうこの鼻の部分ですね、なんとなく伝わると思うんですけども、これは何ですかね、こう見ると。ですね、よくわからない生き物ですね、冷静に考えると。まあこれが初代、これ結構あれですね、なんだろう、ハリネズミみたいな、羊か、羊みたいな感じで、結構なかなかのツートップみたいな感じの、よくわかんない感じのカピバラです。これあれですよね、今はちょっと思ったんですけど、これ普通になんかの顔だけみたいな感じですよね、これ。こう見るとなんかね、横顔って感じですよね。これなんかもう体をつけたいですね、ここに、でっかい体を。まあ、そんないいんですけどね、まあ、はい、カピバラでした。はい、でですね、初代がこれで、2代目はどっちだろう、これかな。でこれが、まあ、2代目というかですね、カピバラを編んだ時のですね、これじゃないか、こっちか、こっちですね。これがですね、ちょっと試行錯誤中のカピバラなんですけども、違いが分かりますかね、この違いが、横から見ると分かると思うんですけども、比べるとですね、このここの部分がないんですよね、ここに、ここに段になってるところがなくて、まっすぐな感じで編んだ感じですね。この一つでなんかこんな感じですよね。でこっちはこうこうで、こっちはこうみたいな感じですね。で初めはこっちで編んでたんですけども、ちょっとこれだと面白みがないというか、ちょっといまいちかなっていうことになってですね、
まあ、その後はまあこれもそうなんですけども、こうやってちょっと頭と背中の部分で段々になってる感じで編んだというか、まあこんな感じになりました。まあこっちのが、まあ可愛いというか、ちゃんとメリハリがついてる感じが、まあメリハリといってもちょっと丸っこいんであんまりあれなんですけど、まあそんな感じで、ちょっとカピバラはこんな感じになって、とりあえずはこんな感じですね。はい。でこれがちょっとよくわかんない、なんかアニメで、なんかこういうアニメのキャラクターとかいそうですね。なんかちょっとあの CM 前にちょこっと入るみたいな感じなの、こんなのいそうですけども、まあ、これもあの若かりし頃のカピバラということでですね、まあなかなか面白いんじゃないでしょうか。このカピバラにも歴史あるっていう感じで、ちょっとよくわかんないまとめですけども、はい、まあ、そんなわけでですね、今回はこのカピバラをご紹介させていただきました。まあ、埼玉県に住んでてですね、カピバラが見たい方はですね、僕の大好きな子ども動物自然公園に行くとですね、見れるので行ってもらいたいと思います。はい、そんなわけでですね、ではまたお会いしましょう。ではでは。